ドラボットプラスアルファ。はい、行きます。はい、行きます。はい、行きます。はい、1個目です。はい、はい、どうぞ。休日の過ごし方、はい、何されてますか？そうですね、まあ、釣りとかに行ったりしてます。僕は、はい、シーズン中もですか？シーズン中はあんまり行けないんですけど、やっぱオフシーズンの方が多く行ってますね、はい。どういう釣りをするんですか？僕はちょっとあのバス釣りの方が多いです、うん、みたいです。はい、僕はですね、あのシーズン中はもう治療行ってほぼ終わりですね。はい、オフはゴルフなど釣りもたまにしたりとか。最近どこに釣り行きましたか？あの冬は寒いんでやらないんですけど、はい、11月中にちょっと福田さんとかとあのイカダ釣りっていうところに行きまして、はい、見事僕が釣り上げた一匹でした。はい、以上です。何を？あの、まあマゴチっていう魚なんですけど、まあ、65センチっていう大きいですね、マゴチにしては。以上です。次いきます。かわいい後輩です。はい、まあみんな、はい、かわいいんですけど、まあよくそのプライベートでも行くのはやっぱ柳ですかね。まあ後輩っていうかあいつは友達だと思ったんですけど、まあ、まあ趣味も似てますし、僕もあんま気ぃ使わないで、はい、ほぼほぼ、毎日のように LINE しますけど、はい、そんな感じです。いや、イベントとか結構一緒にやるのも多いんで、予定だったりとか、いつゴルフ行くとか、そんなような LINE をしてます。はい、そうですね、僕はやっぱ今年活躍した高橋宏斗がだいぶなんかシーズン最初の方は不安だったんでしょうね。なんかすごくおとなしかったんですけど、シーズン終わる時にはすごく生意気で、朝とかもなんかういっすとか言ってもう挨拶もあんまりしてくれなくなりましたね。はい、そうですね、やっぱ一軍で 2,3 試合投げ始めてから、やっぱもうあれこれ誰だっていう感じでなりましたね。他に可愛い後輩、土田とかじゃないですか？ぶっ飛んでるんですごく面白いですよ。どんな風に？やっぱメンタル強いんじゃないですか？だから何事にも物おじしまいっていうか、先輩にもそうだし、監督だったりコーチとかにも普通に喋りかけて、すごく元気だなと思います。ちょ、聞いて。あった。はい、一番仲のいいチームメイトは誰ですか？僕は、中江さんに結構可愛がってもらってるなって思ってます。は？はい。みたいです。チームメイトですか？まあ、まあ仲のいいですか？まあお世話になってるっていうか、まあ一番面倒を見てもらってるのは大島洋平さんですかね。オフも、今の時期も練習誘ってもらいましたし、まあ1月も一緒にやってますし、まあ一番お世話になってる、仲のいいとかではないんですけど、はい、なんとか期待に応えたいと思います。はい、次いきます。どうぞ。貸せ、俺が振った方がいいな。はい、チームメイトからもらった嬉しいプレゼント、それは去年あれなんですけど、あんま調子良くない時に周平さんからバットもらって、え、多分あんま覚えてないと思うんですけど、あの軽いバットくれって言って何回か言ってたんですよ。その時に何本か
ットを打たせてもらいましたね、そのバットで。へー。僕はですね、初めて規定打席行った時に、規定打席行ったら時計あげるって言われて、大島さんに時計をもらいました。いや、高い時計です。はい、今はしてないですけど、はい、あります。自分から送ったプレゼントありますか？ないんですよね。いや、なんか結構みんな後輩にあげてるんですけど、なんかもうめちゃくちゃ可愛い年の離れた後輩っていないんですよね。まあ陽平さんとも8個離れてますし、まあ1個2個の年の差じゃそういう感じは出てこないんで、本当にこいつは可愛いなとか面倒見てあげようかなっていうふうに思う後輩がいればあげたいですけど。じゃあ来季東海大甲府の浜翔吾選手入ってきましたね。はい、彼だから。いや、まあ僕にも選ぶ権利っていうのがあるんで。はい、まあちゃんとね、面倒っていうかね、その分からないことは聞いてもらいたいですし、ちゃんとそこはするんですけど、まあそれはまだ分からないですけど。はい、バットとかグローブ、手袋とか、はい、浜選手にもあげたっていうこと。そうですね、まあ独立と試合やってる時僕怪我してて見てたんですけど、まあ、まさかね同じチームでやると思ってませんでしたし、まあ何かの縁だと思うんで、はい、まあ多少っていうか分からないことは聞いてくればいいと思います。はい、はい、まあ、ドラゴンズも最下位でしたし、まあ個人的にも成績悪かったんで、まあ来年はまあ A クラス優勝目指してやりますし、自分自身も、来年が勝負なんで、はい、頑張りたいと思います。そうですね、来年は優勝を目指して、頑張りたいと思ってて、その中で、まあ、しっかり自分がチームに貢献できるように精一杯頑張りたいと思います。以上です。